後続きをプレイしていきましょう。前回広島戦で優勝を決めていますので、画面中央やや右下の方に優勝って出てますね。この後はクライマックスシリーズの、ファイナルステージから、なんでしょう、また真剣試合というか、まあ、そういったものが始まっていくんですが、まずはですね、9月まだ中旬なので、この後の、ペナントの様子もですねお届けしていきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。オリックスも優勝を決めてますので、あとはねクライマックスシリーズのファーストステージでどのチームが勝ち上がってくるのかというところが注目になるかなと思います。ちなみに今はセリーグの方が3位ドラゴンズで、4位ヤクルトが 2.5 ゲーム差で追いかけているという展開。パリーグの方は3位ソフトバンクで、4位の楽天が 1.5 ゲーム差で追いかけるという展開です。このあたり一気に依頼してたのが終わってしまうんですね。また依頼していきましょう。今日からはねヤクルトと、その後ドラゴンズと続けて試合をしていきたいと思います。先発投手は成瀬ですね。今日はキャッチャーには阿部が入っています。さあまずは第一打席目です。このあ、と高橋の忍ぶというか、まあ、僕の方の目下の目標は打点で1位を取ることですね。ホームラン王はもう固いかなと思うんで、あと打点も取りましょう。今日の先発ピッチャーは成瀬、ここまで10勝をマークしています。さあ1回の表ツーアウトランナーなし、高橋の忍ぶの第一打席目は1球目成瀬スライダーから入ってきました。第2球はストレート、まあ決して速いボールではなかったんですが、内へのボール外れました。ですね、シーズン残りの戦いは打点を取りに行きたいので、追い込まれてもホームランを狙っていきます。ランナーが2塁3塁にいるときは追い込まれたら、今まで通りミートに切り替えていきたいと思うんですが、ランナーがいないような場面、あるいはランナーが一塁っていうような場面ではホームラン狙いの、あるいは長打狙いの、強振でいきたいと思います。今ちょうど本塁打ランキング出てますね。吉野家55本でにエルドレッド40本で15本差ありますからね。で、首位打者争いは、ちょっと吉野部3割今2分ないぐらいだと思うので、かなり厳しい状況にはなってるんで、打点とホームランの2冠を狙いに行きたいと思います。バッターボックス、さあ吉野部の第2打席は3回の表です。この回もランナーありませんね。から遠ざかっているスワローズですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。緩いボールで来ました。チェンジですね。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。このスライダーが外れて2ボール1ストライク。そろそろホックル来るか。ストレートですね。
これで3ボール1ストライクです。甘いボールが来たら思いっきり振りましょう。インコース決めてきた。厳しいボールだ。変化球空振り、サークルチェンジ、空振り三振です。お、ここはバッターは3番高橋。スワローズ送りバントで進塁を許しています。ワンアウトランナー2塁ですね。さあ、離されたくないこの場面、バッターボックスの高橋、今シーズン得点圏での打率は3割1分7厘となっています。坂本は足が速いんで、あっと取れない、ボールを拾って、これはランナー3塁は進みませんね。今のようなミスは勝敗に関わることがありますから注意しなければいけませんでしたね。そうですね。改めて集中していきたい場面です。いいコースに投げてきました。見逃せばボールかなというボールだ。ピッチャー逃げ切れるか。このうわー、最後ストレート、決して速いボールじゃないんですけどね、緩急をやっぱりうまくついてきますね。なるせば、ゲームは8回に入ります。ジャイアンツ打順よく、この回はクリーンアップから始まります。3点リードに変わっています。バッターは高橋。スワローズビハインドで迎える8回です。さあ、小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね、この終盤に点を与えないことですよね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。打ちました。セカンドが前に来る。アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。際どいタイミングでしたけど、ここで素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、本当に堅い守りです。アウトですね。さあ、試合の方はそのまま、ジャイアンツが勝利したというゲームになりました。対戦となってしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで、このあたりはもう本当にジャイアンツというか、まあ、僕の方からすると消化試合ではあるものの、まあ、打点を取るためにひたすらバットを振っていくというゲームになりそうです。ですね、次戦はドラゴンズと対戦になるんですけども、まあ、今までだと対戦チームが変わったら一つの動画を終わりにしてたんですけども、ここはドラゴンズの2連戦ですね。今日明日の試合まで終えて、切りたいと思います。なので今回はヤクルトと中日戦、ちょっと混在って形になってしまって、申し訳ないんですけども、そういう形でお送りさせていただきたいと思います。ご了承ください。で、アシスタントさんを呼んでいろいろやってもらいましょう。お金余らせてもしょうがないですからね。試圧をしてもらって疲れを取ってですね、あとはこの辺りの可愛い子ちゃんたちに仕事の依頼をどんどんしていきましょう。ドラゴンズ戦見ていきましょう。ヤギと杉内の投げ合いになると思います。今日の先発マスクは阿部がかぶっていましたね。今ちらっと見ましたけど、まあ、なんとか打点を取るためにはチャンスできっちり打点を上げるっていうことと、あとはホームラン、ソロホームランでも何でもいいんで1点ずつでもきっちり取っていくことですね。と言っていたら早速チャンスです。ノーアウトランナー2塁1塁で高橋がそのまま打席で、高橋が入っています。ピッチャーヤギは調子が良かったですね。さあ、なおもピンチの場面、まずは126キロのシュート。されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですよね。このスライダーはストライクです。
ボールになります。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればボールを落とすタイムで低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。なりました。ボールだな。2者連続のフォアボール。これでできれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。初球、まずは空振りを取っていきます。ヤギと阿部の対決です。外れました。バッターの阿部、今シーズンの得点圏打率は2割7分5厘となっています。4番としてはちょっと物足りないですが、まあ一発がありますからね。ここも思い切って狙っていってほしいですね。先制のランナーが帰ってきます。押し出し。初回ジャイアンツは3点上げてます。荒木が打席に入ります。今シーズンここまでホームランは1本。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。ここはフライになっています。サード村田が抑えています、ね、ワンアウトです。吉信の第2打席は早いですね。2回の表2アウトランナーなしで回ってきました。前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。初球ボール。スライダーから入ってきた八木。変化球タイミング合いません。このスライダーもね、甘いボールではあったんですが空振りしてます。低め。低め決まってストライク。ツーボールツーストライクです。ボールを見すぎてしまった。打ちました。これはどうだ。入るか入るか入るか。ライトセンター下がって入らないか。宇宙間を深く破るヒットになりました。バッターランナーやっぱり名古屋ドーム広いですね。フェンスには当たるかなと思いましたけど、フェンスにも当たらなかった。打席には3番バッター。第3打席目は4回の表、ここもランナーなしです。カーブの使い方に注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。先ほど2塁打にしてるカーブから入ってきました。2球続けてカーブ、同じようなところに投げてきた。ヤギ打ちました。当たりは良かったんですが、ストレートだと思います。セカンド正面の当たりです。1点ずつドラゴンズもジャイアンツも上げてきますね。点差は変わらずです。3番高橋。ツーアウトランナー2塁1塁でピッチャーが高橋にドラゴンズは変わっています。高橋ストレート149キロ、スライダーフォークスローカーブ、球種はそんなに多くないですね。ストレートスライダーフォーク、まあ、この辺りを見つつスローカーブが来たらきっちりとボールが見れるか。1塁ランナーの片岡をぜひ返したい。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。走りませんね。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね。走ってくると分かってたんですけど。打った。わー、ダメか。抜けないね。一塁アウトで3アウト。当たりもね良かったんですけどね。キャッチャーじゃないや、ピッチャーがうまくグラブに当ててアウトです。本当にいいプレーだったと思います。これから9回ジャイアンツの攻撃。どうしても最後の打席になるかな。見たい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込みますかね。何度も対戦してますね。ソフエもストレート150キロ、そして落ちるスライダーですね。持ち球あとはスライダーシュートにフォークも持ってるソブウェイがマウンドに上がっています。調子は普通か。最初は変化球できました。ストライクです。まずはスライダー。得意のボールでストライクを取りました。ストレート追い込まれてしまった。簡単に打ちました。そして最後はショート前に持ち持ちの当たりだ。ただアウトか。惜しい。3番バッターグナ、先ほどの打席でヒットを放っています。最後のバッターになるか。マジソンが4球かな。
投げて、これはセカンドに高川を割いてファーストアンダーソンを打ってゲームセット、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後のクライマックスシリーズを争うヤクルトとドラゴンズ、まあ、どっちが来てもいいんですけど、お、大谷がノーヒットノーラン、すごいな。このゲームは見たかったな。ちょっとね、だいぶ経験値溜まってきているので能力を上げていきたいと思います。パワーも上げて走力も上げましょう。守備も上げます。こんなもんですね。あとアシスタントさんを呼んで調子をマックスまで上げましょう。さあこれでいきましょう。相手の先発は野村です。ストレート149キロ、スライダーフォーク、まあ、球種はそんなに多くないし、前回の対戦でホームランを打った記憶があるので、まあ、イメージはすごくいいですね。クライマックス争っている中日なので、まあ、必死になってくるとは思うんですが、優勝チームとしてきっちり跳ね返していきましょう。そしてここ2試合、由伸打点も上げられてないので、打点も上げて打点王争いに踏みとどまりたい。名古屋ドームです。セリーグ公式戦中日ドラゴン、ジャイアンツの攻撃は1回の表ノーアウトランナー、ごめんなさい、2アウトランナーなしで、現在打率は3割を上回っています。打点は6打点差で1位エルドレッドを追っています。ダブルプレーでランナーなくなりました。マウンド上のピッチャー野村、今シーズンプロの仲間入りを果たしました。から入ってきました。いや、小宮山さん、緊張感漂ってますね。プレッシャーはあると思いますけど、早く落ち着きたいですよね。軌道をきっちり終えてたんですが、タイミングが合わず空振りです。チェンジアップ、ストレートはすっぽ抜けてきたんですが空振りです。これは打ち外れます。落差がありましたね。ボールになります。3ボール2ストライク、三振を取りました。146キロのストレートに空振り三振。1回の裏ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズは防御率が 4.20 か、ちょっと数字良くないですね。今シーズンここまでホームランは1本、相手を0点に抑えて、2ボール2ストライク、方向カウントから沢村荒木に投じたのはツーシム、3ボール2ストライクです。これが外れてフルカウントになってます。切れていきます。ファウル、今の失敗は荒木が打ち損してファウル、外れてフォアボール、最後はフォアボールですね。両軍点が取れずに回は中盤4回まで進んできました。さて小宮山さん、ワンアウトランナーなし、マウンド上の野村に対する高橋は、やはり低め中心のピッチングになると。いった、これチェンジアップですね。ライト一歩も動けない、チェンジアップ入った、ホームラン、完璧な当たりです。135メートル弾、ドラゴンズついに1点を失いました。初球でした。チェンジアップをきっちり待てた。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。この一発で先制点を奪われました。当たりも完璧でした。135メートルだ。
で試合のその後ドラゴンズ1点返されてますね。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレート接戦の中でホームランを浴びて、さあ野村先ほどホームラン打ってるのであんまり球は来ないかもしれないけど、もう1打点稼ぎましょう。打ちました。これはどうか。これまたチェンジアップですね。先ほどホームランにしたところと同じようなコースに来ましたけど、きっちりとセンター前に運びました。あ、チェンジアップじゃない、フォークですね。挟んでる。ドラゴンズ。ここでピッチャーがまた吉に変わって、4番の阿部という場面。75試合目の登板です。ちょっと盗塁とか企画してるのかな。ということになりました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあランナースタート。ファウルになります。今何気に盗塁してみたんですけど。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ、ピッチャー有利のカウントですから。インコースの引っ張った。セカンド取った。これゲッツーだ。二塁へ。セカンドフォースアウト。当たりが良かった分一塁までは残りましたね。いや、西さんどうしても期待がかかってしまいますよね。この場面は非常に大事になりますね。そうですよね。ここは7回の裏に進んでいますが、ここは空振りじゃない、見逃し三振ですね。沢村が三振に切って取りました。バッターボックスは3番高橋。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。先ほどホームラン打ってるんですけど、もう一打点欲しい。マウンド福谷に変わってます。ストレート158キロ、スライダー、チェンジアップ、カーブ、ツーシームにカットボールを持ってる、で速球中心か。ストレート158キロあるんで、まあ、ただ絶不調っていうのが一つキーになるかもしれない。初球ボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。今みたいな、さあそういった配球で攻めてくるのか。インコースまっすぐ。さあ4球目は何か。変化球打った、ファーストの右。今のは落ちるボールでした。そしてこれがストレート外れてフォアボール。4番バッター阿部。もうちょっとねストレートゾーンで勝負してほしかったな。こういうランナーの出し方が一番嫌ですから、しっかり切り替えてほしいですね。さあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。アウトコース外れます。5番阿部は見逃し三振です。そして長野、まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ気をつけていきたい。長野が打席に入っています。高めの釣り球、手を出してしまいました。ワンボールツーストライクです。ごめんなさい、福やってんじゃいましたけど、福谷ですね。危ない球です。バッターボックスの長野、今シーズン得点圏での打率は2割8分。これでフルカウントになったぞ。2人はさあこれで決まるのか。フォアボールランナーを出しました。フォアボールか。さあそして打席にはそして6番のアンダーソンが入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあなおもピンチの場面で、アンダーソンは得点圏打率高いんで、ここで勝ち越されてしまうと厳しくなってますから、とはいっても2球でストライク追い込まれてる。そうですね。ストレートが速いピッチャーもそれだけで武器になりますからね。この福谷もマックス150キロのストレート持ってますけど、強い当たり抜けていった。これは2点タイムリーになりますね。一塁線の当たり、サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。これで2点勝ち越しです。ジャイアン警戒はしていた相手なんですが、この場面で勝ち越しを浴びてしまいました。チェンジアップですね。こういう場面ではやっぱりこう試合の方はただ同点に追いつかれてますね。延長戦に入っています。バッターボックス高橋。マウンド上には岩瀬が上がっています。まずはワンアウトを取っています。
岩瀬が前ほどの安定感はないものの、やっぱり球種が豊富なんで、ダメですね。同点の場面で岩瀬を投入してくるあたり、ドラゴンズもかなり勝ちに来てる感じはしましたけど、ジャイアンツが1点リードで11回の裏ツーアウトまで来てます。同点となるホームランを放っています。ドラゴンズファーストの横抜けました。これが今シーズン150本目のヒット。ツーアウトランナー1塁。これは何だろう、フォークだな。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。狭い1、2塁間をうまく抜けてきましたね。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さすがモリナというヒットでランナー打ち上げた。高い打球、これはただ坂本翔太の最後は内野フライ掴んでアウト、フライで、これで3アウト、試合終了。ドラゴンズに勝ちました。惜しくもあと一歩及びませんでした。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。クルトも負けてますね。ゲーム差は3ゲーム開いてます。ドラゴンとヤクルトの間、ソフトバンクと楽天の間は 2.5 ゲーム開いてます。 3.5 ゲームですね、開いてますね。はい、というわけで今回はクライマックス圏内争いをしているドラゴンズと、ヤクルトとの試合を お届けさせていただきました。はい、というわけで次回はですね、タイガース戦とーカープ戦ですね、タイガース2連戦やった後カープ、との試合をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。